昨日も音楽番組見ました。あれでもなんか賛を上げてくれた。私その話がしたかったんですよ。本当に。だからもう稽古全体を見てる時の目がすごい目をしていると思って。え、こんな話もしていいんですか。もちろんもちろん。あの目には見られたくないなみたいな目をしてて自分で言うのも変ですけど。どうも、西瀬明です。トゥーボイス第3弾は上白石萌音さんです。一体どんな話になるのか、ぜひお楽しみにしてほしいよね。なんか聞くところによると萌音さんは偽のファンらしいね。ね、さっきちょっと会って話したんだけどね、全然言葉が出てこなかったよね。すごい緊張しちゃったんだよね。はい、ツーボイスです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。何か飲み物を。ありがとうございます、はい、と言っても水かコーヒーしかないんですけれども本当に二人にね、されちゃった、ね。うん、モネさんって呼んで大丈夫ですか。もちろん私は何でもゲンさんでいいですか。ゲンさんで、はい、ゲンさんで。ありがとうございますお久しぶりです。覚えててくださったんですねめちゃくちゃ嬉しい。初めて会ったのがミュージックステーションでね、はいはい、そうだよね。あの2016年のあ、はい、初めて出た日だったっけ、音楽番組に。そうだよね、はい、で僕は恋っていう曲 でしたミュージックステーション、確かリリースの週だった気が、はい、恋って曲の、はい、私は君の名は、ね、はい、何でもないや、うんうんうん、カバーをさせていただいて、初めて音楽番組で生で歌った日で、うんうんうん、その時になんかこう会釈をしたような思い出があって、はい、それがすごいこう、その時にあとスタジオで見ててうめえっていう、もうすげえこの人っていうのを思ったっていうのが一番最初の印象で、私めちゃくちゃ覚えてるのが、うんうん、その生放送終わった後にご挨拶させていただいた時に、うんうん、なんかこれからも歌ってくださいねって言ってくださったんですよ。あ、そうですか。はい、なんかその初めての生で、うんうん、もうド緊張してすごいへこんで、そんなんだ。でなんかしょぼんってなってたところにそんなこと言ってくださって、めちゃくちゃ嬉しくて家帰ってすぐ妹に言ったんですけど嬉しい。そうか、その時はまだモカちゃんと共演する前、はい、前だったんで、まだ、はい、そこからどんな人なんだろうとはずっと思っていて、でいろんなもう大活躍していく様を見ながら、でここに、はい、でお話聞きたいなって思ったのは、はい、改めてあの2人のディスタンスを見て、お世話になりました。いやいや、お世話になりましたっていうかすごい面白かったんですけど、ありがとうございます。あのそこであの稽古場の風景があった時に、はいはい、あのカンナちゃんのお芝居を見たりとか、もう稽古全体を見てる時の目がすごい目をしていると思って、はい、僕そういう目をしてる人が非常に好きなんですよこう見ている時にそのこの眼球とかそのここら辺が全部アンテナみたいになってて全部の情報をもう全部入れようっていう目をして、あのいわゆる他に気がもう全然いってない状況の顔される方がいて、はい、僕そういう人のものづくりが好きなんですよ。で工藤官九郎さんって演出してる時に全く同じ顔するんですよ。はいはい、そうなんですか。とかガン開きの、そう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 、こうもう本当なんか表現できないんだけど、はいはい、いや私も実はその、うん、多分どの場面か私も覚えてて、っていうのも自分で見てすごい引いたんですよ、うん、なんで？すごい素敵ですよ。こんな目してたんだと思って、うん、自分でも分からなくて、うんうんうん、もうなんかあの目には見られたくないなみたいな目をしてて自分で言うのも変ですけど、もういやなんていうか、あれがその厳しいとかいう目じゃないんですよね。そのなんていうか、
僕もそのドキュメントとかで撮られてる時の顔が同じ顔してるんですよ、レコーディング中とか。だからなんとなくそのシンパシーを感じて、はい、よかった、あの目しててでちょうどそれが前回の澤部さんを撮った直後だったんですよ、はい、あ、そうだったんですね。で、あ、じゃあもうちょっとモネさんに話聞いてみようみたいなって思ってちょっとオファーをさせていただきました。私なんてもう本当に源さんの曲をめちゃくちゃ聴いてきてて、うん、ありがとうございます。本当いつかご一緒できたらいいなってずっと思ってました。ありがたい、めちゃくちゃ嬉しいです。あのこの間の君の声が聞きたいの、はい、あれでもなんか賛を上げてくれて、私その話がしたかったんですよ。本当に、あのコラボすごかったですねありがとう YOASOBI の、ね、はい、YOASOBI、うんうん、のお二人と、うんうん、あれ私リアルタイムで見てて、うんうんうん、私母がもう音楽大好きで、うんうん、でもう母ともう終わった瞬間に連絡して、うん、ちょっと今のすごくなかったなんかコラボ史に残るコラボだったねって言って、嬉しい、めちゃくちゃ素敵でした。ありがとうございます。なんか楽しそうですよね、うんうん、いつもすっごい楽しかった、あれ特になんかきっとご本人とご本人の代表曲を一緒に歌うって、うん、すごく緊張するだろうなって。いくらさんは同世代で、そうだよね、もうすごいシンガーでいらっしゃるじゃないですか、うん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 、でもなんかすっごく伸び伸び歌われてて、うんうん、なんかきっとその源さんの作る雰囲気があったかかったんだろうなと思って、そうだといいなそこまで考えました。あ、嬉しい。なんか あと未来の未来の時に、はい、もかちゃんからもちょっと聞いてて、はい、なんか僕の音楽をご家族でも聞いてくださってるっていうのは、ま、聞いてすごく嬉しいです、はい、本当にめっちゃ聞いてます。ありがとうございます。え、ちょっともかちゃんっての羨ましいんで、私もちゃんでお願いしますもう何言うんでいい、いいですか、モネちゃんでいいですか、はい、ありがとうございます。あ、じゃあモネちゃんで呼ばせていただきますいつ切り替えてもらおうと思ってましたなんかあんま慣れ慣れしいのもあれかなと思って、いや、ちょっとあのいいなと思って、モカ、はい、モネちゃんで、ありがとうございます。ありがとうございます。偽写真撮ってくださいって言われたの初めてかもしれない初めてがいっぱいだよ今回は。そうですね、ファンですって言われたのも、いやいや、そうです、初めてだし本当嬉しいよね。だってわざわざ待ってくださってたんだから本当だよね。そうですよ、もう終わったんでね、終わってね、お帰りいただいて、お疲れ様でしたって言って帰っても、まあ、なんだ不自然じゃないけど、ずっとね待っててくださって、ずっと壁際で立たれてね、壁際で立って待ってくださってるんですよ上白石萌音さんが壁際で立って待ってらっしゃるんですよ、出てくるのは。そうなんですよ、萌音ちゃんっていうのはちょっと変な人なんじゃないかでもあの偽さんファンですっていう言い方がちゃんとちょっと笑ってたんだよ。あ、え？ちゃんと真面目に半笑いだったんだよ。偽への退治の仕方をちゃんと分かってるっていう。ちょっとだけバカにしてくれてる感じがね。ちょっとそこはそう、そう、すごい気持ちよかったんだよね。音楽を、はい、一番最初にこう意識したというか、うん、やるようになった頃っていうのはいつ頃？言葉しゃべると同時ぐらいから歌ってたらしくて、うん、だから1歳2歳ぐらいから歌うことは大好きでした、うんうん、お母さんが音楽の先生なんですか、はい、そうです、中学校で音楽を教えていて、うんうんうん、私を身ごもって辞めて、うん、それからは自宅でピアノの先生をしてて、あ、なるほど、はい、生まれてからも家ではずっと音楽が流れてるような。どんなジャンルが流れてる？まあ、母の趣味もあって、まあ、クラシックとか、うんうん、あとはあの小さい頃の思い出としては、うん、アバとかスティングとか洋楽が多かったです、うんうんうん、ああそうなんだ、はい、あとはディズニーの音楽とかも大好きで、うんうんうん、この人すごいいいなっていう、こうハマったみたいな、最初にハマった人みたいなアーティストだったりジャンルっていうのはある？初めて自分で CD を借りたのが、うんうん、生き物係さん。あ、へえ。小学校6年生です。わあ。それまで自分の意思であんまり聞いてなくって、うん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 、どっちかっていうとその両親の影響で車で流れてた曲とか、うんうん、連れてってもらったライブとか、うんうん、そういうものだったんですけど。そっかそっか。
私生まれて初めて行ったライブがポリス。マジ？すごい。再結成ライブで、なんかメキシコに住んでたことがあって。あ、そうなんだ。そうなんです。で、メキシコにいる時にポリスが再結成するってなって、メキシコのなんかサッカー場みたいなスタジアムみたいなところでやるって言って、で父がスティング大好きで、なるほど。わけわからないまま連れてかれて。うんうんうん、すっごい遠い席でお米みたいなスティングが出てきて、それで生で演奏が始まったらいつも車で聴いてる曲で、そうかそうか、うわめっちゃかっこいいなと思って、それが最初のライブの体験です。いい体験ですね。メキシコにいたのはどれぐらいの期間？8歳から10歳までの3年間。じゃあそっから日本に帰ってきて、はい、J-POP も聴き始めるっていう、しっかり流行に乗った時期がありました。グリーンとか、うんうんうん、西野カナさんとかも、うんうん、なんかめっちゃ入ってました、ウォークマンに、うんうんうん、で一通り流行りをみんなと一緒に聴くのと同時並行でミュージカルにどっぷり、うんうん、ミュージカルをこう好きになるきっかけみたいなのはあったんですか？あ、私があまり歌が好きだったので、で音楽になると踊っちゃうような子供だったので、うんうんうん、母がミュージカル好きなんじゃないかなって言って、うんうん、で地元のミュージカル教室に連れてってくれたんですよ、うんうんうん、それが5歳の時だったんですけど、市のホールみたいな割と大きいところでに立たせてもらって、すごい、でも全然セリフなくて、1時間のお芝居の中で一言みたいな、うんうんうん、これをどう言えばいいんだろうみたいな今思うと、あれこそ原点で、そっか、うん、自分じゃない人になって歌ったりするのが楽しくて、うん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 、でちょうど私小さい時親が転勤族だったので、うんうんうん、結構学校転々として、それでちょっと学校でうまくいかなくって、うんうんうん、教室に入れない時期があって、うんうん、あったのとも重なってて、そのミュージカルの出会いが、習い事やってる時は本当に明るく楽しくいられる自分っていう、いろいろ普段の辛さを忘れられる時間で、うんうん、どっぷりのめり込んで自分の居場所みたいなのを見つけられた、そうですね、そうだったなと思います。僕が演劇を始めたのが中学1年生で、はい、それも本当に最初一言のセリフで、はい、しかもあの舞台の後ろから声だけ出すみたいな、そういう役で、ですごく内気な子供だったので、はい、あんまり自分の思いを言えないタイプの人間だったんだけど、多感な時期だったし、はい、いろんな思いをすごく感じるし、こう、はいはいはい、しんどい思いみたいなのがこう膨れ上がってる時にその公演があって、自分がこう思ってないことじゃないですか、そのセリフだから、はいはい、そのセリフをでかい声で言った時にもうなんかストレスがバーンって全部飛んで気持ちいいみたいな、はい、それでこうセリフを喋るっていうのが自分の人生に必要なんだっていうのをそこにで思って、そこから演劇にこうのめり込んで。演劇が先だったんですか？人前に出るのは演劇が先で、同じぐらいにギターの練習を始めて音楽をやっていくっていう。でもその音楽で人前に出るのはなんか素の自分だったんで、はい、それが高3ぐらいまでできなかったですね。あ、だから一応役だっていう、自分じゃないっていう感じがあったから、どんな役でもやれたみたいな。私今めっちゃそれなんです。え、そうなんだ、はい、こんな話もしていいんですか？もちろん。じゃあ今例えば音楽、昨日も音楽番組見ました。あどうしてもその自分として歌うっていうのが怖くて、へ、うんうん、私聞きたかったんですよ、うんうんうん、いつも楽しそうに歌われてるじゃないですかどうしたらそんなに楽しそうになる。あ、なるほどなんかその、うんうん、自分として歌うとかそういうものを凌駕して、もう本当に音楽が楽しくてたまらないみたいなのをいつも感じるから、なんか本当に理想だなって思うんですよ。そうですね、
こう来本当ですか、うん、よくなんかどれが一番好きですかとか聞かれるんですけど、聞かれる聞かれる、どう答えてます、なんであれ聞くんだろうね、なんで聞くんですかね私バイトがすごい好きなんですけどモネちゃんの闇が見えて非常に嬉しいです、